どうも、エルです。それでは、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。ゼルダの伝説だね。今回は、ゾーラの副手に入ったんで、水の神殿かなに行きたいと思います。ただ、アイテムがね、購入したよ、とか、新しく出たよ、という話があったんで、そのあたり確認しましょうか。さあ、新作出てる。何や、あの爆弾。よう待ってたぜ。ほら、見てくれよ。水中爆弾が感染したんだ。水中使えるの？バーンズさん特製の爆弾じっくり見てってくれ。すごいじゃん。ちなみに、5個で30ルピーなんだ。どっちかなの？そういう仕様。じゃあ、買い取り。してきた。じゃあ、売ります。戻ります。忙しいな。じゃあ、これ買うしかないよね。15個で、いくら？まあ、安いか。90ルピーだもんね。ちゅうことは、15個が最大か。勇者の身に合成すると爆弾になる。泳いでるときは使えない。泳いでるときは使えない。爆弾袋2つ欲しくない？ 2 種類。な、もう1つ枠あるから3種類ぐらい欲しいね。そしたら、あそこ。前回、ゾーラの女王様が服くれたじゃん。あそこさ、よく見たら岩があったのよ、岩。ちょっと岩を壊しに行ってみようか。で、これ。やっぱつけれないか。じゃあやっぱ爆弾矢にして、一気にする感じだね。そしたら、いけます。ドン。ちょっと待って。そういうことじゃないの？しかもこれだと普通の爆弾になるんだ。オフにして、で、持ち上げて置く。走りながら投げられる。ってことは、持ちます。完成の法則で進んでいく。これしんどいね。これしんどいね。戻ってきたね。いいね。ってことは、はい。短縮どころじゃねえぞ。ワープはないけど、だってこっちからね。ワープはないけど、短縮ルートみたいなのが存在するってことか。へえ。そこだよね。この岩の奥にかつてゾーラの神殿と呼ばれた我々の聖地。しかし今は魔物に襲われ溢れかっています。我々の力で入り口を岩で塞ぎ、奴らを中に閉じ込めることしかできなかったのです。これ気になる。だって爆弾使えないんでしょ？そしたら、どうすんの？じゃあちょっとね、いろいろ試して戻ってきました。で、アイアンブーツを使えば、もしかしてワンチャンいけんじゃねと思って、試してみたら、意外とね、アイテムが使えるようになったのよ。
弓は使えないんだけど、爆弾だけ使える状態になったんで、ちょっとこれで。お。試してみようかなと。いけ。今のダメ？結構近くで。よし、来たー。アイアンブーツ、結構万能だね。そうだね。水中爆弾がちょっと足りるかどうかだけ心配だな。それだけだね。今回はこの組み合わせか。武器も使えないからね。アイアンブーツ履かないと。ロック音が固定になりやすいね。まあ、抜けよ抜けよ。この先に神殿かな？うん。固定の神殿。やっと来たねー。お、スライムいる。え？救う？え、赤い薬作れるってこと？嘘だー。まさっきそんなね。あ、やった。はい。はい。何ですかこれ。赤チュチュゼリー。ハートが8つ回復する。やば。同じ効果か。じゃあ黒の方は何だろう。火力アップとかかな。え、それならめちゃくちゃ優しくない？回復アイテムあるんでしょう。いや、でもそれだけちょっとしんどいってことか。さあ、着きましたよーと。あ、綿棒みたいなのいるね。危ないな。おい、天井に垂れ下がってる鍾乳石、先に落としちまった方がいいんじゃないか？不安定な形らしい、衝撃を与えれば簡単に壊れるだろう。おー、だったら。あー、さすがにダメ。あー、さすがにダメみたい。あー。ってなると、あ、こうだな、今回ね。え？あー、あー、そういう感じっすか。ちょっと待ってね。ドン。あー、爆弾でかー。うん、仕方ない。この子は、あー、なるほどなるほど。落ちたなー、落ちたなーまあいいか。ほいほい、登って、お尻見えてますよー。お、何これ、持つ。重りになるんだ、すげえ。
あーってことはこれ使うギミックも出てくるわけか。そういうことだよね。でかい壺は後回し。あー水中爆弾結構出てくるね。もう15個しか持てないからな。結局そこだよね。持てる数に限りがあるから何とも言えんな。水門か。いますな。うい。いいね。背面切り覚えてしまえばって感じだね。これだね。よしよし。いい感じ、いい感じ。さて、次は？あー、スイッチがあって。あれ？ボス部屋かな？いや、普通の鍵か。あー、でも。届かないね。ジャンプしないもんね。そうだね。ジャンプしないから届かないんだな。となると移動を繰り返してっていう流れか。うん、行かないもん。開かない。そうだね、水車が置かない限りは無理だろうな。あとは一旦解除しといて。ん？ほい。で、こっち側。いいねえ。よし、20本。で？ああ、これ、もしかして。あ、いけたいけたいけた。一回転か。ああ。じゃあ、これ繰り返す感じだね。これでできたのが、この扉。あと反対側ね。でもうなんだよな。そうだね。これぐるって回れるかな。これ反対側に行ければ行け。ついここ鍵だよね。小さな鍵っぽいね。これはお母さん。どうも久しぶりです。ふう、やっと出られたわ。あら、お兄ちゃん、こないだの。また会えて嬉しいわ。せっかく再会できたんだから、また一緒に行きましょうよ。おばあちゃんついていくから、お外に出たくなったらいつでも呼んで。おばちゃんと再会した。
あと何回再開できるんだろうね。まあ、こっち来て正解っちゃ正解か。そうだね。いや、おばちゃん、ほんと、すげえな。何がとは言わんが。癖強いよねこれ、これの使い道がいまいちわかんなくて。持っていけないしね。マップがどんどん募りますなぁ。まあ、進んだっちゃ進んだか。ちょっと待った。そうなんだよね。つけとかないと。そうだなぁ。そうなるんだよね。つけれないんだよね。ほい。で、一旦、OK かな。よし。うん、正解だったね。で、はい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 。で、ここから、あ、こっちは橋か。ほい。おーおーおお。上がれ上がれ、早く上がれ。よし、これで OK。お宝ギミック？小さな鍵来たね。早い早い。おい、戻ってきました。じゃあ小さい鍵開けましょっかね。ガチャン。お、また君か。おい。お尻がら空きですよ。そのうち投げて乗らないとダメとか出てきそうだよね。はい。これはじゃあ爆弾か。爆弾出すぎ。マジで爆弾出すぎ。あー、水色のスライム出た。あー、あれか。んーっていうことは？何かをしなくちゃいけない。ああ、はい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 。ああ、で、ここから外れも出てくるわけね。ガンガン使っていいね。でも、そんなさ、ギミックで使ってるぐらいだからさ、なんだろうな、補充しまくるってほどでもないんだよね。まあでも、だいぶ親切だね。親切すぎるぐらい出てくる。まあまあまあ、全然、お宝もそこまで気にしなくていいかもね。ほい。で、これで、まず、通路が来ましたと。お？お？お？どうしてそっち行った？
もうわざと殴ってしまって、うん、固めたが早いね。はい、まあ持ちましょう。何に使うんだろうな。あー、ボスっぽい。じゃあ、はい。弱っ弱っ。あ、でも小さい鍵がないから結局はっていうところだね。あ、おうおう。あー、ぐるって回ってきましたみたいな感じか。小さな鍵。じゃあさっきの扉はあれか。成功失敗で言うと違う感じか。はい、開きました。あー、でここに繋がんのか。はい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 。いいね、順調やね。あれだな、ちょっと気軽に弓を使えない感じはあるな。あれは触る必要があるんだろうけど。今の段階じゃ無理だよね。あー、水位が上がる感じか。だったらやっぱ水車動かさないとダメだね。あれ、何なんだろうなーこれ。ま、可能性としては、あの武器だろうね。毎回出てくるあいつだろうな。おいと。いい避けするじゃん。超便利アイテムだろうな、これ。今回どういう効果だかな、気に、いってどういう効果かは気になるけどね。こいつ意外と当てづらいな。でも未だ松明付き。こっちはなしなんだよね。松明ありなしの意味がね、いまいち。あれー、急に当たんないじゃん。はいはい、上まで来ました。で、お宝。爆弾。はははは。爆弾やな。はあ、え、ああ、はい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 。びっくりした、これで行き止まりかと思ったよ。やったね。でもあのお宝まだ取れないんだ。ああ、これはちょっと行ったり来たりが多くなりそうだね。もう急に始まるじゃん。いいね、いいね。意外と何も押さなくても曲がってくれるっていう。結構親切。ほい、着いた。話いいよ。よし。で、これが、触れると、
ほい。水門が開きました。で、またあっち側。結構、手が混んでるね、このマップね。まあ、ただこれで水車が動くから、まあいいよね。いいね、いいね。動き、動き。ちょっとね、飲んでみたいじゃん、黒のやつ。どんなもんか。紫チチュゼリー。紫か。何が起こるかわからない。何が起こるかわからないってあんの。いやー、やばそうだな。怪しいゼリー。魔物エキスみたいな感じだね、パッと見。ちょっと待って、これは妖精捕まえるわ。よし、あぶねえ、間に合った。はい、妖精を瓶に捕まえた。多分ね、ハート回復してくれてる。あー、でもこれ水が通りましたよってなったぐらいで。あったあった、うん、だよね、通れないから、こっちだ。で、またここが、ああ、動いた、動いた。下行くんだ。ああ、ああ、これは大変だね。まあ、降りれるけど。あ、行った。そうね、意外と、落下ダメージあったな。さあさあさあ、これ登って、あ、天井にもあるか。あの部屋だね。いい、順調順調。ほい、よし。いや、まああれだよな、確実に今回のアイテムはあれだよな。回れる。宝か。小さな鍵ゲット。ただあれよね、そのスライムくんたちがいっぱい出てくるってことよね。ちなみにこうで、妖精は力尽きてもってことよね。多分自動で助けてくれるか。でも水中で助けてくれないって書いてあったね。水中は結構シビアなんだな。多分飲めないとかそういうことだろう。さあ、中ボス来るか？あれ？あ、関係ない。関係ないか。いや、今じゃないんだろうな。あー、ちょっと待って、結構入り組んでるぞ。ちょっと待って、小さい鍵どこ使う？あと、めっちゃ深いんだよな。ちょっと待って、小さい鍵使えるところ探してみようか。今のところじゃないんだもんね。ってなると、あっちから来たからここを入ってみようか。こっちから来たんだっけ？あの扉もね、結局入れないんだよね。うん、すぐ近くあったわ。ああ、じゃあ、ちょっと先に倒しちゃいましょう。
ちょっとしんどいな。はい、よし。はい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 、ぐるって回ってきたね。じゃあ開けちゃいましょう。あれは階層か。富士壺ついてんだよな。まあ基本的にね、近づかなければこの子たちはね。あー、来た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 。四角と。怖っ。意外とこっちの方が早かったりしてね。あ、やばい、進歩読んだ、間違えて。よくわかんないけど倒したね。まあ行った部屋戻ってみたらって言われたけど、まあ後でで大丈夫だろう。さあこれを出ると怪しいな。怪しいな。うぐ。あー、なんか嫌な予感がするな。こうだね。おー、ぐるって回ってきたか。でも触れない。めっちゃ上から降ってくるんだよな。この嫌な気配、お前も感じないか。ちょっと周りの様子見てみろよ。うん、わかる。ここも行けない。ね、もう全部行けないもんね。ってことは。痛い。地味に痛い。マジでこいつ。あ、やっぱ見えた見えた見えた。あー、気持ち悪いなー。カエルか。切ったー。あーあーあああ、やっちまってんなー。ちょっと待った、これはこう。あ、あー、そういう感じ。ちょっと待って、これ。いや、あのさ、高確率で攻撃当たんだけど、やばくね？はあ、いて。あー、しかも弱点があそこしかないんだ。はい。ちょっと待った。お前、子供のが強えじゃねえか。はい。はい、食べろ食べろ、ほら、もう。ほら、この野郎。よくもやってくれたな。本体雑魚。本
体が弱すぎる。うわー、でも妖精一匹持ってかれたなー。じゃあ例のアイテムもらいましょうか。ごまだれー。いやー、来たね。クローショットか。フックショットじゃなくてクローショットなんだね。クローショット手に入れた。長い鎖の先に鍵爪がついている。はい。つけて投げるとね。先端の鍵爪で掴めば、遠く離れたところへ飛び移ることができると。上下移動もできる。あー、それはあれだね。スカイウォード系のやつだね。ダブルクローになるかな。意外と厳しい。そっか、射程厳しいね。この状態になって初めてってことだね。ちゅうことは、はい、これでドアが開くと。あー、こういう仕掛けも増えてくるわけか。はい、ということで、今回ここまでにしたいなと思います。まあ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 、十分いい感じ進んだんじゃない？まあ、だいぶ深いね、ダンジョン的にもね。ただまあ、そうだな。ボスが厄介になってきたね。ちょっとずつね。ということで、今回ここまでにしたいと思います。こちらの方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。